広瀬めぐみ君自民党の広瀬めぐみでございます質問の機会をどうもありがとうございます関係閣議の皆様方もどうもありがとうございます早速質問に入らせていただきます今回日本はファトフ第四次対日審査の経過を踏まえて六つの法律の改正をする予定と聞いております 国際テロリスト財産凍結法、外為法、組織的犯罪処罰法、麻薬特例法、テロ資金提供処罰法、犯罪収益移転防止法であります。これらの法律は、私たちの普段の生活では聞き慣れないものでございます。しかし、2001年のアメリカ同時多発テロ、世界各地における自爆テロ、海外で日本国民がテロリストに拉致され、 殺害をされるなど無効の市民の命が奪われる事件が多発しておりテロリズムの脅威は私たちのすぐそばにあることは間違いございませんファトフはマネーロンダリングテロ資金供与大量破壊兵器の拡散に寄与する資金の供与対策のため多国間で国際基準を策定し各国が誠実に履行しているかの審査を担う機関であります まず今回の対日審査において、日本が勧告を受けた内容、そして日本が特に重点フォローアップ国とされた理由を教えてください。また、時にあ、失礼いたしました、勧告に従わない国もありますが、勧告に従わなかった場合のペ,ラペナルティーなどはあるのでしょうか。財務省大臣官房審議官、内野洋次郎君。 お答え申し上げますまず1点目、ファトフ対日審査における勧告内容でございますが、ファトフの第4次対日審査におきましては、日本のマネロンテロ資金供与対策につきまして、国際協力やリスク評価等の点で成果が上がっているとの積極的評価を受けておるところでございます。ただ、他方、一層の強化に向け取り組むべき事項といたしまして、 えー、例えばマ、まあ、ネロン剤の法定刑の上限を少なくとも日本で犯罪収益を最も頻繁に生み出す重大な前提犯罪と同水準に引き上げること、あるいはテロ資金提供処罰法の技術的欠陥の是正。 金融制裁を主体なく実施するために必要なさらなる改善を行うことなどが勧告をされまして、結果といたしまして、この審査結果としては、3つのランキング、クラス分けがございまして、通常フォローアップ、重点フォローアップ、観察対象国というわけでございますが、先生ご指摘のとおり、日本は重点フォローアップ国とされたところでございます。次にこの重点フォローアップ国とされました理由でございますが、ファトフの審査は、 国際基準に沿って法令等が備わっているかどうかという法令等の整備状況という点と、もう一つマネロン等の対策が効果的に実施されているかという有効性という、この二つの観点から審査が行われております。えー、その結果を踏まえまして、先ほど申し上げました三つの分類になるわけでございますが、それぞれこの 法令等整備状況と有効性がどの程度のスコアリングかによりましてですね、えー、この枠組みが決まってくるわけでございます。4段階の評価が、たくさんの審査項目があるわけでございますが、4段階の評価が付されておるわけでございまして、日本については特にこの下位の2つの評価にとどまってしまったという項目がですね、法令等の整備状況で11個、有効性において8個でありましたことから、 ファトフェが定める審査手続きの基準に従いまして、結論として重点フォローアップ国となったというものでございます。次に、このファトフェからの勧告に従わなかった場合のペナルティという点でございますが、 あ、ファトフは審査で勧告された事故の改善状況が芳しくないと判断される場合には、まずファトフ議長から韓国の対応を求めるレターの送付、これがあ当該国に対して出されるということになっております。また、さらにはですね。ハイレベル施設団を派遣しまして、当該国に速やかな対応を求めるということも行われることになっています。それでもなお改善が見られない場合は？ マネロン等のリスクの高い国として名指しをされることあるいは当外国への対抗措置を各国に要請するといった対応に最終的にはつながっていくということでございます仮に日本にこうした措置が講じられた場合には日本の金融機関との取引において、えー、他国の金融機関がリスク管理を強化するつまり、えー、海外等との送金やまあその資金の受け入れがですね、えー、いささか時間やコストがかかるとかそういうことになったりいたしまして、えー、最悪の場合は日本の金融機関との取引を回避 したりするなということの恐れもあると、そのように考えているところでございます。以上でございます。広瀬めぐみ君、はい。どうもありがとうございました。ファトフのその評価によって、日本におけるマネロン対策がまあ成果が上がっていることで、でその評価、あまあその効果を一層上げていくために、さらなるその法改正が必要だということがよくわかりました。 でマネーロンダリングが対策で日本が抜け穴となる懸念などを払拭するためにも、まあ、今回の法改正は、日本の国際金融センターとしての地位向上、および国際的なマネーロンダリングへのさらなる対応として、国際テロリストの資産凍結措置の強化、それからマネーロン対策の強化、暗号資産等への対応強化を行う趣旨があるということも分かりました。 では、各法律の改正について、具体的にお聞きしたいと思います。まず、資産凍結措置の強化でございますが、現行の国際テロリスト財産凍結法では、テロリストの保有する金銭、有価証券、不動産、自動車、船舶、航空機、貴金属などの動産につき、 これらを提出させることができることはもちろん国際テロリストがこれら財産の贈与貸し付け売却の対価を受けることなどを規制することができるとなっておりますこの国際テロリストは国連安保理決議に基づいて各国が指定したテロリストのことを言い具体的な人間でありリストがあると理解しておりますが我が国で活動する国際テロリストがいるのでしょうか もし存在しないのであれば、そもそもこの法律の制度趣旨は何なのか、またもし可能であれば、国際テロリストの財産の管理方法について、簡単に教えてください警察庁長官官房審議官、早川さとゆくお答えいたします。 まず、国際テロリストのわが国の存在しているかどうかという点でございますが、国際テロリスト財産凍結法は、平成27年10月に施行されました、本法の施行以来、本法の対象となります国際テロリストで国内に居住しているものは把握されておりません。それから、 もしその対象者たるテロリストがいないというならばあー、財産凍結法はどのような趣旨かというご質問でございますが、えー、国際テロリズムを防止、抑止するためには、その手段となりうる資金等を与えず、利用させないことが重要であります。また一国国のががが対策を講じてても効果が十分に発揮されずあらゆる国が強調して 対策を講ずることが必要になります関連する国連安保理決議はこのような理念の下各国に対しまして国際テロリストの財産の凍結等の措置を取ることを求めております本法はこうした趣旨から国際テロリストが行う国内取引に対する財産の凍結等の措置について規定するものでありますまた国際テロのテロ組織の活動は 国境を越えて行われており、今後、我が国に居住する者が国際テロリストとして国内で取引を行うことも否定できず、我が国が抜け穴とならないよう、措置を講ずる必要があると考えております。以上でごござざいいまます君お答えありがとうございました あの非常によく分かりました、えー、我が国には国際テロリストの活動自体はまだないけれども、えー、未然にそれを防止するために、まあ、世界の平和維持というのでしょうか、あのそういう観点から、えー、しっかりと、えー、これを規制していくと、そういう趣旨であるということが分かりました。えー、さてあの、今回の国際テロリスト財産凍結法の改正では、えー、資産凍結の範囲を拡大すること、 えすなわちえ、拡散金融について、居住者間取引にかかる資産凍結ができるようにするえ、これが大きなポイントになっていると理解しておりますえ。拡散金融とは、大量破壊兵器の拡散に寄与する資金の供与のことであると理解しておりますので、えリストにある国際テロリストだけではなく、さらに処罰の対象者が増えるということでしょうか。 また、居住者間取引というのは、日本国内での取引ということになりますが、結局、この法律の改正によって、ど,のどんな方のどのような財産が凍結対象になるのかを教えていただきたいと思います、はい、内閣官房、内閣審議官、大谷図夫君。 お答えいたしますあの今回、対象が、えー、国際テロリスト、広告国際テロリストから、えー、拡散金融の関係者に拡大するのは、先生、仰せのとおりでございます。えー、その上で、えー、その対象、その対象は確かに拡大をいたしますけれども、えー、大きな、えー、方向性としては、えー 基本的なところは変わっておりませんで、例えば、現行の国際テロリスト財産統計等におきましては、何人も許可を受けていない広告国際テロリスト相手,相手方として、金銭等の贈与、それから貸し付け等の取引を行ってはならないとされているところであります。こちらは基本的に同じでございます。それから仮に相手方が国際広告国際テロリストであると知らずに取引を行った場合、都道府県公安委員会におきまして、まずは、 情報提供、指導、助言を行いまして、それにもかかわらず、さらに取引を行っている場合に、反復して違反行為を行わないよう命令を発すること等々されておりまして、相手方が財産凍結の対象者であることを知らないままに取引をした者が、直ちに処罰されることのないよう配慮されているところでございまして、この基本的な枠組みは今回、財産凍結措置の対象者が、 えー、大量破壊兵器、えー、関連計画等関係者に拡大された場合でも同様に適用されることとしております、えー、こうしたことから財産統計の対象者の相手方第三者に対しても配慮した制度設計をしているところでございましてこうして大きな枠組みはあの変わりません広瀬恵美君 お答え、どうもありがとうございました。私も全く事情を知らない一般市民が犯罪に巻き込まれて、その財産を凍結されるようなことがないかと、あのそういう心配が、懸念がございましたが、あの今のお答えで、しっかりとそのようなことはないように配慮をされているということでございますので、それで結構でございます。よろししくお願いいたします次に マネーロンダリング対策の一環として、犯罪収益移転防止法を改正することについてお聞きいたします。犯罪収益移転防止法は、出所や帰属を隠された犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されること。 犯罪組織がその資金源をもとに、合法的に経済に介入し、市民経済に悪影響を及ぼすことなどを防ぐための法律と理解しております。えそして、この法律は、一定の範囲の事業者、金融業や不動産業など、いわゆる特定事業者に、えー、特定事業者に取引時における顧客情報の確認、記録などの作成、保存、 疑わしい取引の届出義務などを課して、これらの義務に違反した場合、是正命令に始まり、最終的には罰金など重い制裁を課すものでございます。今回の改正では、行政書士、公認会計士、税理士などの資料に対して、金融機関などの特定事業者と同様、疑わしい取引の届出義務を課すことになっております。しかしか米国やカナダでは フファトフ審査後も疑わしい取引の届け出義務を導入していないし、導入している国でも、法律事務は対象から除外されていると聞いております。だとすれば、日本でも法律事務に携わる事業全般に対して、疑わしい取引の届け出義務を課すのは、行き過ぎではないかという懸念を持っております。そもそもこの疑わしい取引は、どのぐらい寄せられているものでしょうか。 年間の届け出件数と、その届け出が検挙に役立ったケースはどのくらいあるのか、教えてください警察庁組織犯罪対策部長、井ノ原誠二君。お答えいたします。令和3年中のの疑わしい取引の届出件数は 53万150件でありますまた、令和3年中に疑わしい取引に関する情報を端緒として検挙した事件の数は1045件、すでに着手している事件捜査の過程において、疑わしい取引に関する情報を活用して検挙した事件の数は1501件となっております。 広瀬恵君、はいえー、とお答え、どうもありがとうございました、えー。たくさんの53万件以上の情報が寄せられていること、えー、そしてそれを端緒として10、1045、え、件、ー、それから1501件ものその検挙があったということで、えー、非常に、えー、このいとがわしい取引の届出によって、えー、犯罪が未然に防止されているということが分かりました。 それでは次に、なぜこの行政書士、公認会計士、税理士に届けで義務を負担させるのか、その改正の必要性を教えてください。また、すみません、一方、同じ資料である弁護士と司法書士がなぜ対象外になっているのか、教えていただきたいと思います警察庁、井ノ原部長。 今回の法改正におきましては、令和3年8月に公表されました、ファトフ第4次対日総合審査報告書におきまして、事業者が疑わしい取引の届け出義務の対象になっていないことは、日本のマネロン・テロ資金対策の有効性を著しく損なう、旨、勧告されていることなどの状況にあることを踏まえまして、 法制定時の付帯決議や、事業者に対する疑わしい取引の届出義務にかかる懸念にも配慮した上で、疑わしい取引の届出等について、事業者に対して義務を課す規定を整備するものであります。ただし、弁護士等及び司法書士等につきましては、行政書士等、公認会計士等、または税理士等とは異なり、 対立する当事者間の民事紛争解決業務を取り扱うことから、依頼者との信頼関係の構築が重要であるため、疑わしい取引の届け出義務の規定を法律で設けることは、弊害が大きく相当ではないと考えております。広瀬恵美君、はいえー、お答えどううもありがとうございましたフ、えー、ファトフの勧告に沿って えその私も弁護士でございますが、えー、弁護士と司法書士については、その依頼者との信頼関係、そこをおもんぱかって、えー、このえ規制から、対象から外されたということも分かりました、どうもありがとうございました。えー、では、次に、えー、そのさらにこの資料に対する規制についてお聞きしたいと思います。 現在の犯罪収益移転防止法第4条1項は、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などに、例えば司法書士が宅地、または建物売買に関する手続きについて、委任契約の締結をする際など、顧客について本人特定事項の確認を行わなければならないとされております。ところが、改正後はこの確認事項が拡大をされて、 本人の特定事項だけではなくて、取引を行う目的も確認する必要があるとされております。また、顧客が自然人ではなく、法人である場合には、その法人の実質的支配者の本人特定事項も確認しなければならないということで、司法書士の方々からは、業務が停滞する。 さらには委任契約の締結そのものを回避されるのではないかという弊害の懸念が指摘されております、まあま営業にならないということだと思いますそもそもこのように確認事項を拡大する必要性があるのでしょうかまた実質的支配者というのは曖昧な言葉ですがその示すところを具体的にお教えください 警察庁井部長お答えいたします今回の法改正におきまして、司法書士等の方々につきましても、実質支配者の確認義務というものが生じてまいります。 実質的支配者と申しますのは、例えば法人におきまして議決権の四分の一を超える議決権を持っているといった自然人などが実質的支配者というふうに位置づけられることになります。実質的支配者につきましては、ファトフからもこれを確認するということがマネーロンダリング対策上極めて重要であるというふうに。 指摘をされておりまして、そういったことも考慮いたしまして、実質的な支配者の確認につきましてもお願いしようと考えているというところでございます広瀬恵君。はいえー、あのお答え、どうもありがとうございました。 ファトフからの勧告、それからマネロン対策の実効性の確保のために、法改正が必要なことは理解いたしましたが、司法書士の先生方など、有資格者による取引時確認が煩雑になって、不動産取引などの円滑性に支障がないよう、司法書士制度などを所管する法務省において、関係省庁や関係団体と緊密に連携し、 関係業界に幅広く通知を発出するなど、法改正の内容について、政府を挙げた周知広報に積極的に取り組むことを求めます。これは意見でございます。えー、次に、今お聞きした資料の確認事項の拡大と関わりますが、暗号資産等への対応の強化についてもお聞きいたします。えー、犯罪収益移転防止法はその第10条第条項 および第10条の3、第1項において、日本から外国に送金をする際に、送金者の本人特定事項を通知しなければならないことになっております。私も銀行で海外に送金する際、送金目的を含めて聴取されたことを覚えております。そして、今回の改正で、さらに相手方の、送金の相手方の本人特定事項を加えることになって、通知事項が増えております。 これはマネロン対策の実効性確保のために良いことだと思っております。さて、今般、日本でも流通が増えている暗号資産についてでございます。暗号資産は新しい財産の形態であり、その実態を詳しくる知る人は少ないと思います。今回、同法の改正で、暗号資産の移転時に、送付人と受取人の情報を通知する義務を負担させる いわゆるトラベルルールというものが作られることになっております。そこで、そもそもこの暗号資産の移転はどのように行うのでしょうか、暗号資産の交換業者は日本ではそれほど多くないと思いますが、ネットで行う取引など、極めて流動性が高く、海外との取引も多いと思います。契約を締結する相手方の間で 果たしてどれほど実効性のある通知義務を課すことができるのでしょうか、教えてください金融庁総合政策局参事官、柳瀬守君お答えいたします。まず、ブロックチェーンの取引の仕方でございますが、ブロックチェーンに直接参加して暗号資産取引を行う利用者は、ブロックチェーン上で自身を識別するためのアドレスを有してございます。 暗号資産を移転する際には、利用者は自身が管理するアドレスに対応した秘密鍵を用いることで、ブロックチェーン上の指定したアドレスに暗号資産を移転することができます。この場合、すべての取引は記録され、ブロックチェーンの利用者に共有されます。このように、利用者間でこう直接取引することもできますが、現在、我々としては、暗号資産の取引においては、一般的にはご指摘のありましたこう暗号資産交換業者を経由してこう行っていることが多いというふうに認識してございます。 でこの暗号資産の取引を、暗号資産交換業者をこう通じて行う場合には、暗号資産の移転に必要な秘密鍵は暗号資産交換業者においてこう管理することになりまして、この場合には利用者が事業者に暗号資産の売買や移転を依頼し、事業者が実行することになります。 このためのトラベルルールは、この暗号資産を移転する暗号資産交換業者に対して課されるものでございますが、先ほど申し上げましたとおり、暗号資産交換業者を通じて行われている暗号資産の取引がかなりの量を占めること、またとりわけ、法定通貨との交換においては、暗号資産交換業者を通じて行うことが一般的であることを考えますと、トラベルルールの対象を暗号資産交換業者ということで、十分なこう有効性があるというふうに考えてございます。 広瀬恵美君、はい、えお答えどうもありがとうございました。暗号資産の交換業者をあの最終的には個人間の取引であっても通すことになる、そうすることによってこのあの未然に犯罪を防止することができるということが分かりました。ありがとうございました。次に組織的犯罪処罰法法についてお聞きします。組織的犯罪処罰法は。 犯罪組織の資金源断絶や、マネロン防止を目的にしていて、一定の組織的犯罪を行った場合に、刑法の規定よりも重い刑を科すことや、組織的犯罪によって得た収益を没収・追徴することができることを定めております。例えば、振り込め詐欺など、集団で詐欺を働いた場合、単独の詐欺罪よりも重い刑罰が科されます。 またこの法律では、マネロン対策の観点から、犯罪収益等引得罪、犯罪収益等収受罪などの刑罰が規定されており、これらの法律も今回、さらに法定刑の引き上げをするとのことですが、改正の理由とその内容を教えてください法務省大臣官房審議官、保坂和仁君。 まずあの、どういう改正をするかということから先に御説明いたしますと、今あの、委員から言及のございました、犯罪収益と引徳罪、これにつきましては、現行法では5年以下の懲役、300万円以下の罰金とされていますが、これを10年以下の懲役、500万円以下の罰金に引き上げます。またあの、犯罪収益と収受罪の法定刑につきましては、現行の3年以下の懲役、100万円以下の罰金から7年以下の懲役、300万円以下の罰金に引き上げることといたしております。 その理由について申し上げますと、令和3年8月のファトフの第4次対日審査報告書におきまして、マネーロンダリング罪の法定権の上限を、犯罪収益を最も頻繁に生ずる前提犯罪である詐欺罪や窃盗罪、これはいずれもあの上限は10年以下となっておりますが、それと同水準に引き上げるよう勧告を受けたところでございます。 国内の,あの犯罪実態といたしましても、例えば特殊詐欺をはじめとする多くの事案で、取引名義の偽装や犯罪収益の引匿などのマネーロンダリングが行われ、また暗号資産等の新たな携帯の財産が利用されるなど、その対応が対応化、巧妙化しているという傾向も見られるところでございます。そこで、ファトフからの勧告をも踏まえまして、マネーロンダリング罪について、より一層厳正に対処すべき犯罪であるという、 法的評価を示して、国際社会と協調して、さらに強力に抑く防止を行うために、このような形で法定刑を引き上げるということにいたしたものでございます。広瀬恵美君。はい、えー。お答えどうもありがとうございました、えー。ファトフの勧告によって法定権を引き上げたということがよく分かりました、えー。次に、組織的犯罪処罰法は、犯罪収益などとして没収できる財産を規定しております。 で不動産、動産、金銭債権がその対象でございましたが、今回の改正では、さらに、まあ、暗号資産にもその対象を拡大する方向で整備がされていると思います、えー。そもそもこれまで、過去にこの法律で財産を没収された例というのはどのくらいあるのでしょうか、でその総額はどのくらいになるのでしょうか、えー、また検、検挙者数はどのくらいでしょうか、お教えください。 えー、法務省、保坂審議官、えー、あの犯罪収益等として募集された金額などについてのお尋ねでございますが、えー、令和3年、えー、3月あ、失礼、令和3年までの3年間におきまして、 通常、大審判決で、組織的犯罪処罰法の犯罪収益等、あるいは麻薬特例法の薬物犯罪収益等につきまして、没収・追徴が言い渡された人員数は合計で1273人、合計の金額といたしましては、67億円、約67億円ということでございます。広瀬恵君 お答えどうもありがとうございました。1273人とたくさんの人たちが捕まっている、それから67億円の没収追徴ということで、結構巨額になっていることもよく分かりました。こういう犯罪を未然に防いでいくこと、それが本当に大切だということがよく分かりました。それでは最後にお聞きしたいんですけれども、外為法についてお伺いします。 令和4年4月に外為法が改正されて、マネーロンダリング対策が強化されたと思います。これもファトフの勧告に基づく改正でしょうか、改正の理由と実効性についてお教えください。財務省内野審議官お答え申し上げます本年4月の外め法改正では これは対ロシア制裁との関係で暗号資産を利用した資産凍結措置の回避のリスクに対して、各国間で抜け穴が生じないようにするとの G7 でのコミットメントをまあ直接の背景といたしまして、 えー、我が国としても制裁の受け止なることを防ぐべく暗号資産に対する資産凍結措置の強化を行ったものでございますただこれは同時にファトフの勧告上も求められておったものではございましてそういう意味ではあ喫緊の形としてロシア制裁が前面に出て、えー、緊急でのあの国会でのご審議、えー、成立をお願いしそのとおりになったものでございますがあの結果的にはファトフのそういうリクエアメントにも応、えー、えたものということでございます でこのような迅速な法的措置を講じました結果、現時点において我が国において特段の弊害が生じていないと返しておりまして、仮にこうした措置を取らなかった場合、ですね、えー、暗号資産を使ったあまあ我が国が制裁対象者の、まあ、言ってみれば資産投資先となってしまった可能性もまあ否定はできないところでございまして、そのような状況を未然に防いでいるという評価ができるものと考えております。はい、時間が来ておりますので、おまとめください。広瀬恵君。 国がさまざまな政策を考えて、テロリズムや違法収益団体の根絶を図ろうとしていることがよく分かりました。現代は暗号資産など、全く新しい形態の財産が出現して、その実態が分からないまま、私たちの生活に浸透しております。日々変化する状況の中で、いち早く法律で対応することで、少しでも世界平和と安寧に近づけるよう、努力をしていただいていること、本当にありがたく思います。質問を終了いたします。 谢谢 次を。